はい、それでは皆様おはようございます。本日はですねリーグ戦第8節相手がですね YSCC セカンドとなっております。久々のね Vlog 動画なので、おこれはもしや古山出場かってね思った方いらっしゃると思うんですけれども、残念ながらですねまだ試合には出られません。結構ね軽い怪我かと思ったんですけれども、まあ、結果的な診断としてはですね内転筋の肉離れということで、おそらく1ヶ月ちょっと、まあ、5週からね6週かかる怪我だっていう風に言われました。まあ、でもですね随分痛みも引いてきて、まあ、軽くねランニングだったり、まあ、しゃがんだりねボールを蹴るっていうことが徐々にできてきました。まあ、なのでね次の試合もしくは次の試合くらいにはね出場できるかなっていう感じです。で今日はね日曜日なんですけれども、珍しく奥さんもお休みということで、動画にはね一緒に映るかと思いますのでよろしくお願いいたします。ちなみに今朝の6時半なんですけれども、奥さんはまだね寝ています。ちょっとあの公園に行こうかなと思いますけれども、なんかすごい人がいっぱいいそうな気がするわ。で今年のリーグ戦はですね、まあ、前にもちょっとお話ししたと思うんですけれども、試合数がね多くなっております。まあ、まず総当たりで11節行った後に、まあ、1位から12位を決めてですね、ここから上位リーグ、まあ、下位リーグっていう風にやっていくので、まあ、総当たりの11試合足す、まあ、上位リーグ下位リーグどっちかに入った時の5試合で16試合あるので、まあ、年間の公式戦っていう点で言えば、まあ、ちょうど今日の試合で半分くらいっていうことになります。で、まあ、個人的な目標である、まあ、10ゴールっていうところに関して言えば、まあ、4点なので、本当に次の試合、まあ、次の試合くらいで復帰できるのかっていうのもまだちょっと曖昧ですし、まあ、さっきやったあのくらいの動きだったら、全然できるんですけれど、まあ、やっぱり試合中はもっと強度が高い動きになるので、まあ、果たしてその強度の高い動きはできるのかっていうところですよね。でまだ半分戻れてないので、もう要は次の試合出たら絶対点を取らなきゃいけないぐらいのペースじゃないですか。まあ、仮に次の試合から出て、まあ、全試合1点取ったとしても、まあ、ギリ10点に届くっていうような感じなので、だから今のうちからまあできることをしておくじゃないですけれども、まあ、あとはね試合に出て点を取るだけだよっていうような、まあ、コンディションだったり、準備にしておかないといけないので、まあ、今日もね仲間の応援はしますけれども、まあ、点を取るコンディションに自分自身もしないといけないので、試合観戦もしつつしっかり自分のトレーニングもねやっていきたいと思います。で、まあ、ここからちょっと余談なんですけれども、先日ですね僕たち夫婦で宮崎旅行に行ってきたんですよ。でその動画も編集してアップする予定ですので、でまあ、もちろん僕の動画ね、サッカーのことが知りたくてとか、サッカーのこと見たくてチャンネル登録してくださってる方が多いと思いますので、まあ、動画の趣旨がいつもと変わっちゃいますけれども、まあ社会人サッカー選手も普通の人間だよと、仕事とサッカーだけじゃないよというようなところをね旅行動画にまとめますので、まあ、ぜひね見ていただけたらなと思います。すごいよここ。やだ。じゃあやめよ。ちょここだけ直す一回。あ、ダメだ、治んないわ。それどうなってんの本当に。ここにつむじがあるの？ないよ。産毛。それってさ、永久に伸びんの？永久に伸びて普通の髪型にはなるの？ならない。ならない。ずっと怖いじゃない？それでも成長は終わり？うん。なんか朝ごはん食べる？なんもないよ。俺のこのハヤシライスで最後ね。どうする？マック食べる？いや、ハンバーグ。ハンバーグ？ハンバーガーじゃなくて、ハンバーグが食べたいの。ハンバーグ、ステーキ食べたい。カレー、寿司。出かける準備はできましたか？行きました。では行きましょう。
ます。はい、それでは家の方に帰ってきました。どうでしたか？面白かったです。ありがとうございます。 FC グラシアちゃんとね、ちょっとやっといた、あのこっちでやっといた。いや、応援あったもんね。ちょっとやっとかないとさ、ほら、はい、あいつ何みたいなあいつやってねえよ、あいつやってなくねみたいな、あれかもしれないから。まずありがとうございます。いやいや、いや、また暇な時応援に来てください。あんまね、土日休みないんで、あんま行けないんですけど、またよろしくお願いします。はい、後藤兄弟素晴らしい。あー、すごかったね。ナイスゴールでした。多分ね、動画見てると思う。後藤兄弟丸でした、丸でした、丸です、丸です、丸です。美味しいもの食べてください。はい、スポンサー様からのお酒もね、うわ、忘れてきたでしょ。忘れてきちゃったショック受けてた。 あんなに張り切ってたのに忘れてきちゃいました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。では今日も遅いので、また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。